どうも、ホームカンパニーです。モチドックです。コシェです。カルティーでーす。はい、今回はマーダーミステリー。取り調べマーダーミステリー。誘拐犯からの3つのヒント。やー、やっていきたいと思います。お願いします。チェラベイベイ。マーダーミステリー初めてだからね。<laughs> どんな感じになるのか。まあ、俺も初めて、まあ。舞台が用意されてて、そこに登場する人物に。 うん、もう設定が決められてるんで、うん、それぞれ決まったキャラに、まあ、なりきるっていう感じの、ね、なるほどねやつですねなるほどねロールプレイをしっかりしましょうってことだねじゃあはいロールプレイしますマーダーミステリーはゲームの性質上事前にネタバレをしてしまうと、うん、もうプレイができることがすることができませんので、うん、注意してくださいはい,はいだまあ見るのも注意だよね そう、見たらもうこのストーリーはできませんっていう。うん、できなくはないけどもう知っちゃってるから、ちょっと楽しく見めないよね、みたいな。そう。そう。感じになるんで。そ,ね、そこだけはちょっと注意してください。ということで、まずキャラを、うん、まあ、先ほどサイコロを振ったんで、うん、カルティからやりたいキャラを攻めていってください。じゃあ、冬、冬木。冬木がカルティ。はい、うん <laughs> 冬木って言って、冬木ね、オッケー。ちっちゃいあのね、冬木なんだ。冬木で、じゃあ次はモチさんか。あれ、俺が行きます最後だよ。俺、俺二十三だよ、歳数。え、俺三十。なあ、そっか。そう高いで。あ、じゃあ秋とかな。シナトだよね、じゃあね、俺ね。秋、秋トックでいいじゃん、秋トック。めんどくせえな。 とじゃあプロローグ読んでいきましょうプロローグ読んじゃうはい誘拐事件の始まりある日記憶の誘拐者と名乗る SNS アカウントが少女を誘拐したと書き込みを始めた続けたまにその少女の名前は立花美春、うん、という書き込みがあった事実立花美春という名の14歳の少女がその書き込まれた 日を境にに行方平面になっていた三春はおなじみのアイスクリーム屋の近くで消息を絶つその付近では不審な青いセダンが目撃されていたやがて青いセダンは町外れの湖の中から見つかったそのトランクの中にはガムテープと手錠だけが残っており三春の姿はなかった 記憶の誘拐者は最後にこう SNS へ書き込んだ。私は探偵の鍵野はじめだと、警察は鍵野の,の探偵事務所へ向かい、事情を聞いたところ、鍵野の,の所持しているスマホに、立花家が海で撮った家族4人の写真があったため、緊急逮捕することになる。鍵野は、天外孤独の身で、血がない私立探偵だった。その、 飲み放題になった無償髭からすさんだ生活を想像させる。鍵野は取り調べで黙秘を続けたが、見春の監禁場所を知りたければ、見春の父親、母親、長男は、えー、警察関係者だったな。その三人になら一人ずつ10分だけ3回に分けて話そうと語った。48時間の 交流期間、期限は迫っている。警察はその要求をのみ、三春の父の立花ゆき、母の立花千夏、兄の立花明人が取り調べを行うことになった。今から3人でそれぞれ3回の取り調べを行い、三春の居場所を突き,止まない突き止めなければならない。三春の運命はこの取り調べにかかっている。なるほどね。なるほどね。はい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 。 ね立花冬樹51歳。51歳 <laughs> どうしたどうしたう <laughs> このこの父親の今の。酒好きで涙もろい、人好き愛は苦手。立花千夏、50歳。母、ケイシだってすごいね、えー。ケイシなんですけど私 <laughs> 人に厳しく、自分にも厳しい。<laughs> ほとんど笑顔を見せない。あそっけない系だね。 橘明人巡査あ家族一家ですご悪を許せずすぐカッとなる自分はた常に正しいと思っている<あ>橘美晴14歳長女中学生行方不明家族で図書館に行った時に絵本の魅力に触れ自ら絵本を書くことが趣味になったあここに書いてあるんだ鍵の始め48歳誘拐事件の容疑者 自立探偵、植木や身元調査を中心に探偵家業をしている。脇腹に古傷がある。うん。なるほど。じゃあ、ここまで読んだんで、<laughs> まあ、ミュートにして、それぞれのキャラクターシートと取り調べ1回目を読んでいこう。んキャラクターシートとと取り調べの1回目。あ、両方ともミュートだね。黙って。声に出したら、その。 それぞれがどういう取り調べを受けたか分かってるから。か取り調べの内容は何したのかじゃあ、うん、キャラクターシートを見て取り調べ一1回目見るい,いのよ、ね。そう。じゃあ、読み終わったら見ると書いてで。あ<ー>はい。はい、大丈夫かな立花冬季キャラクターシート。あなたについて。私はノンキャリア組だが、かつて警察官として登り詰めたという野心があった。あ、登り詰めたいという野心があった。大体キャリア組として 警察官を務めてきた家系、立花家の千夏と結婚し、婿養子にまでなった。あ、婿養子なんだ。しかし、私には昇進への道のりが遠すぎた。最近、検挙数の伸びなさに疲れ、酒で紛らわせる日々を送っている。誘拐犯の鍵の始めは、ん誘拐犯の鍵の始めは、若かりし頃、 警官として同じ事件を追いかけ,て追いかけた元同僚だ、えー。鍵野と共に窃盗犯を路地裏まで追い詰めたとき、窃盗犯はナイフを取り出して襲ってきた。ひるんでしまった私を鍵野はかばって脇腹を刺されてしまう。鍵野は一命を取り留めたものの警察を退職することになった。心の片隅でずっと申し訳ないと思っていたが、探偵になっていたなんて。あなたの家族について。 ここ数年、家族の会話は減り、バラバラになっていると感じる。休みの日にどこかに連れて行ってやることもなく、父親らしいことは何もできていない。妻の千夏とは家庭内別居状態だ。もともと千夏は家柄やさの私にないものを全て持っていた。幼い頃は自分が橘の名を使って持ち上がるために、千夏へと猛烈にアピールをして。 猛烈アピールして結婚した。しかし、鍵野が負傷した事件から数年後、だんだんと凶悪犯の前にするのが怖くなり、一線を引いてしまう。千夏は私に失望している,のに,失しているに違いない。息子の秋とは警察の寮に入ってから数年間を見ていない。子供の頃はよくキャッチボールをしていたが、思春期を迎えた頃から会話は減っていた。キャリア組として 警官になることに対してプレッシャーを感じているようだ。過去に町のチンピラたちに向かって暴力事件を起こしたことでキャリアの道を外れ、私と同じノンキャリア組,リア組として警官の道を歩み始めた。喧嘩カッい,い性格が治るといいが、娘の三春は酒臭い父親は嫌いだろうから私の方から避けている。 絵やピアノなど、ミハルが興味あることを自由にやらせているが、本当にやりたいことを見つけられているのだろうか。ミハルの寝顔を見ると安心できる。そういえばミハルが小学生の頃、家族で遊園地に遊びに行った。遊び疲れたミハルを背負ったら、笑顔でずっと眠ったままだったのを今でも思い出す。もうずっと遠い昔のように感じる。 あなたの誘拐事件以前の行動誘拐事件の1週間前自分の携帯へと電話がかかってきたそれが鍵の始めだった昔のことを覚えてるだろう雨の日には今でも古傷が痛むんだ一つ頼み事を聞いてほしい私は鍵のけがは負わせた負い目があるので断ることができなかった頼まれた通り 高架車に注射されていた青いセダンを運転しアイスクリーム屋の近くに乗り捨ててきたたったそれだけだったまさか美晴の事件に関わっていたなんて美晴がいなくなった夜美晴の部屋を見に行くと机の上に美晴が自作,して自作した絵本が置いてあったそれは「旅人と宝石」というタイトルだった あなたの目的ミハルが監禁されている場所を家族と協力して見つけるミハルの誘拐事件に関わったことが家族にばれないなるほどねそうだなちょっとかかっちゃってたか向こう用紙。まあポイントとしては俺は向こう用紙で キャリア組に入りたかったけどまあちょっとノンキャリア組になっちゃったと。で検挙数の伸びなさに酒飲みすぎてる父親ね。うん、で鍵の同僚だった。で えーまあ、窃盗犯にナイ窃盗犯がナイフを持ってて襲ってきたけど鍵ノに助けられたとで鍵ノが脇腹を刺されてしまうでその後、まあと事件の時に、まあ、鍵ノが、まあ、ちょっとひよっちゃってまあ一線引いてしまうって感じかで探偵になってたと で、その後、娘の事件、誘拐事件にちょ若干関わっていたとね。ことだね。おかしい選手、私はアイスクリームのはい、わかりました。じゃあ、やりましょう。はい、じゃあ、取り調べ1日目。<laughs> 立花冬樹、取り調べ1回目。久しぶりだな。どういうつもりだ ハルをどこへやった青いセダンヌを運んでくれて助かったよ。これであんたも共犯だな。私が乗り捨てた後で、その車に乗り、ハルを運んだんだな。一体何がのぞりだ <laughs> お前以外の家族も、誰かも、事件に関わってるかもしれないな。ふふふなんだって。最後にハルと手を繋いだのはいつのことだ。正直に話せばヒントを出そう。 美晴が小学校高学年の頃家族でスケート場に行った時だうまく滑れない美晴を美晴の手を握ってやった最近は全くでも思春期の娘と父親の間に距離ができることはよくある話だろう <laughs> 分かったそろそろ一つ目のヒントを出してやろう いなくなる前日美るは母親と派手に喧嘩をしている続きはウェーブで。また次だはいじゃあ戻りましょうかなるほどねなるほどねちなつとでしょ母親と喧嘩してるんでしょうんー はい、戻りまった。はい、じゃあ、話し合い。話し合い、ね。できますか。じゃあ、ロールプレイスタート。はい,いや。お疲れ様です。<laughs> お,ですお父さん、お父さん。<laughs> お疲れ様で。お疲れ様。お父さん、<laughs> あなた、何してたのなん何してたいや、取り調べしてたんだよ。えー、なんか、なんか情報あったの情報情報って言うと。 取り調べの結果よ取り調べの結果だと結果結果といってもまあ俺はあいつとあ,あ久しぶりに会ってあいつ実は鍵野は俺の元同僚だったんだ同僚ああ鍵野が元警察官だったっていうことは知ってるけどあなたの同僚だったのね 元同僚だったそうああでもそれだったら陰のことをよく知っているんじゃないのああそうだなあいつは昔誘拐犯を一緒に追っていたんだが路地裏まで追い詰めた時窃盗犯がないと思っててな うで、うん、俺が襲われそうになったとき、あいつはかばって、脇腹を刺されてしまったんだよ。よただ、まあ、命は取り留めたんだがな。まあ、その傷のせいで警察を、えー、退職することになってしまった。ただ、だた辞めた後、何してたかわからなかったんだが、まさか天帝になっていたなんて。

まあ、私があの鍵の取り調べしたところ、うん、あいつ、美春の最後の姿は、秋人とが見ているって、そんなことを最後に言ったんだけど、秋人あきと、朝泣くってるの。いや、美春にどうしてもアイスを食べたいって、まあ、夕方、まあ、時間は分かんないけど、まあ、誘われて、ちょっとアイスを奢ったところまでは一緒だったんだよね。ここからはちょっと分からない。 アイスを奢っただと金持ちお母さんにもちょうだい <laughs> そんなことはできない <laughs> ミハルは可愛い妹だから <laughs> ミハルえっどこどこでアイスをえ海のあれじゃなかったっけ子供の頃家族で通ったアイスクリーム屋だよ覚えてないのあ馴染みのアイスクリーム屋か馴染みのねいやー普通にコンビニの子と思ったじゃあチョコモナカジャンゴと思ったら ガガリリ君かもしん確かに、ね、商品名出さないでくれって <laughs> でもいいかな。<laughs> <laughs> ああ、そうだったな。とか、じゃあ、うん、いや、それがただ最後の姿っていうことなんだよな、でも、そう,そういうことだな。うん。逆に、母上と父上は、三春 <laughs> とは最後、<laughs> いつ頃とかないのかい 見たのは最後に見たのってことかああ最後に美晴と一緒にいたのは特にないのかい見たとなるとお母さん的にはあれだね事件の前,前の日に美晴と喧嘩をしてるんだよねああ<ー>喧嘩どうしてなんで あどうしてだなんか、中学校の作文で、家族についてみたいな、うん、家族の将来っていうテーマで、作文を書けって言ったのに、<ー>書いてないんだよ。家族の将来っていうテーマ。だけど、家族のテーマに対して書いてないだけか、うん、それとも元々、もともと何人も書いてないのかえーっとね、 白紙じゃあそういうことなの今あんまり書いてないのよ。なんで書いてないのって言ったらああこんなお父さんとお母さんがいるような家庭じゃ作文なんてこんなテーマじゃ書けないって言われて喧嘩になっちゃった。だよね。だからお父さんが悪い。いやいやいやそれはおかしいだろう。 <laughs> それはおかしいお前の笑顔が見れないのが寂しい <laughs> あまあいやでも今だから言わせてもらうけどいつもいつも酒飲んでぐーたれて、うんうん、それがハル、うん、にとって良くなかったんじゃないのかよまあなーそれは思うよ <laughs> それは確かにそうただ あ俺もなあ出世したいがために頑張ってきたんだがやっぱりうまくいかなくてなそれでな酒の手を借りてしまったんだよまあとりあえず千夏は私たちの娘だのよちなはあんたよ あっちのせいやねえや。なつお前はお前だろな <laughs> つお前はお前だろう <laughs> なつとみはるでインふんでんねんねよ、これ。いやお、いやお。そうやって名前決めたんじゃないのか、母さん。<laughs> インふんでんねんねよ。みはるがとりあえず娘がもういなくなってるんのだから、とりあえず今はそんなことをやめにして、うん。早く鍵の取り調べないと。 だね、まだあいつ情報を持ってるんだから確かにじゃあいろいろ調べていくしかないじゃないかそう、ね、とりあえず2回目じゃない、うん、?2 回 2> いとりあえず2回目行こうか、うん、時間計ら忘れてたから次から計ろうちゃんと、ね、<laughs> じゃあ2回目読みますかじゃあまたミートね、うん、あっおさん来てんじゃんじゃあまあほんとだ まあ、実際には見守ってもらって。ガルさん、ちょっとっガルさん、あと15分ぐらい待っててじゃ。えー、立樹一人調べ2日目あー、ごめんなさい、2回目。み春の部屋の机の上に、絵本があったろ。う。は春が自分で書いたもんだ。どうしてそれを私たち家族のことを。どこまで知っているんだタイトルは、旅人と宝石だ。読んだことあるか。 最近書いたたようだった読んだことはない私が内容を教えてやるあるところに世界中の宝石を集めて旅をする一人の旅人がいましたしかし旅人の宝石は穴の開いたカバンから落ちたり盗賊に盗まれたりしてどんどん数が減っていきました それがどう見晴れの誘拐と関係があるってんだそしてとうとうカバンの中の宝石は一つ残らずなくなってしまいました時間がないんだもっと現実的な話をしてくれ人の話は最後まで聞くもんだ二つ目のヒントを出す旅人は旅先で新しい石を拾い上げ 今までで一番綺麗な宝石になることを願って磨き始めました続きはウェブでなるほどねうんヒ旅人旅先で新しい新しい石を拾い上げ今までで一番綺麗な宝石になることを願って磨き始めました なることを願って磨き始めました。今までで一番綺麗な宝石になることを願って磨き始めました。綺麗。ね、どういうこと。まあ、み。うーん。オッケー。戻ったぞ。はい。二、はい、回目の話し合いスタート。二回目。どうだった、取り調べ。 2回目は4月4月的には <laughs> ギャル入るのなギャルやめろ <laughs> <laughs> もう5週だろ4月的にはなんか鍵野がああミハルとの思い出を話し合いって言っててああなんかよくわかんないんだけどああ思い出って言われてもああそんなにないんだよね、うん、なんてだ なん、お前そんな美ると次のやつ韻踏んでんのに仲良くしなかったのかいやイン踏んでるからもう私か私か美るか分かんなくなっちゃってああ<ー>んなことあるのか <laughs> <laughs> まあでも最後に家族みんなで行ったのは神社の写真でそれも美るの七五三の時だね 柴田ああああさん,さんじゃあ7年前くらい前の写真しかないのか、ね、あの時の写真は今でも大事に持ってる血なつがか <laughs> 血なつは持ってる <laughs> <laughs> ああそうだったかあなたこそどうなのよ何が張るとなんてあなた全然絡みないんじゃないの まあ確かに絡みは少なかった。ただ仕事,仕事仕事で仕事家に帰って,きて酒ばっかり仕事酒仕事酒だ。みはるは、うん、相手に酒と仕事の相手にみはるが入ってないのよ。そうだったな。ただ、やっぱな。 今時の思春期の女の子は酒臭い人やっぱ嫌いだろうって思うから酒やめろじゃ私の方から避けていたんだそれは酒やめようそれが良くなかったんじゃないのか親父そうだな呼び方が安定しないしないけどだからまあみはが戻ってきたら酒やめる ね、鍵野とは何かなかったのか、親父。鍵野と何かなかったのかというの。なんか話してて、<あ>情報はなかったのか。情報うん。情報。話してた内容が、久しぶりだな。ってられただけだ <laughs> 煽られただけなのか。煽られただけだ <laughs> ただ。 あいつおかしなことを言い出したんだよ最後に美晴と手をつないだのはいつのことだって聞いてきてな、はい、うん美、うん、と手をつないだいいつかあ,あそれは美晴がまだ小学校高学年の頃家族でスケート場に行った時うまく滑れない美晴の手を握ってやったただ最近は全くつないでないが 娘と、思春期の娘との試合の間に距離ができることはよくあるっていう話だからな。うん、それ以来は繋いでいないっていう話をした。うん。秋とどうなの俺は、鍵野が変なことを言っていたんだ。変なことうん。というと、今回の、 誘拐事件、ハル、うん、からの依頼だって言ってたんだよ。うんうん、だから、あなたたち、親がそういそんなんだから依頼したんじゃないか。うん、反省しろよ。うるせえ <laughs> 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 まあ、まあ、否めない。ただ、 それが本当かどうかはわからない。何か。そうだね。それがもし本当だとして、とりあえずそれなら見張りは無事っていうことになるんじゃない俺も <は S 2> <ー>そう思、ね、う。まあそういうことだろうな。鍵の野,野郎あいつ設定しようぜ俺の元同僚だからといって、 しりフフフまあちなみに親父はその鍵野の鍵野が身代わりになって警察を辞めて恨まれたりはしてないのかああそのことは何も言ってなかったな何も言ってないのかただ恨まれてるんだろうなとは思っている個人的にはななるほど、うん ただあいつ自身まトラウマだったんだろうなあの負傷古傷がきっと刺されたところがなるほどあれがトラウマになってまあなんか凶悪犯を前にするとやっぱ怖くなってだんだんと一線を引いてしまうっていう感じになってしまってはい,いたかな。 んなあと4分ありますあと4分ねみはるの監禁場所とかって特に情報はないのかい監禁場所ないねないのかないじゃあどこにいるかもわからないのか連れ去られてまったく、うん、監禁場所か監禁場所は じゃあまあ今回はとりあえず見春からの依頼ってことで、まあ、生きてるのは確実っていうのは分かっただけか本当に何本当に生きている親父は何か知っているのかじゃあ知っているかどうかじゃないですそれが本当かどうかすら分からないだろうっていう話ああそこを何とかするのがやっぱ元同僚の親父の役目じゃないのかよ <laughs> そうだなじゃあ聞いてくる <laughs> 聞いてくる。<laughs> じゃあ次聞いてくる。聞けるかは知らんけど。<laughs> まあ3回目行くかじゃあ。じゃあ何もないけど行こうか。じゃあ,あ,<ー>じゃあ3回目。回目 <laughs> じゃあ見えと。はい。もうわかんね。立花冬樹。取り調べ3回目。娘との一番の思い出を覚えるごめんなさい。 娘との一番の思い出話を聞かせてもらおう。ファミレスだ。おお、ありふれた場所だな。詳しく聞きたいな。お前だって元警官だから知ってるだろ。仕事柄、家族と一緒にいられる時間は限られていた。日曜に休みが取れた時は、家族揃ってファミレスで昼,を昼ご飯を食べていた。何気ない日常だったが、私にとっては、 と息をつける大切な時間だった美味しそうにハンバーグを頬張る美春の表情をよく覚えている殺伐とした事件を追っている時ほどそういう場所が貴重だったってことかもう時間がないんだ娘を娘を返せ <laughs> そうだその目それが私の見たかったものだよ。 満よしいいだろう最後のヒントを出す今から言ういずれかの場所にみはるはいるかもしれないがいないかもしれない公園図書館アイスクリームやキャンプ場さあこれで終わりだよく考えるんだみはるともう一度会いたければな イエス s、yes, i ええー、この4つと、あれだな、あれが怪しいな、アキットだっけ。我が息子よ。我が息子、我が息子、我が息子、昨日、スクリームでしょ昨日、喧嘩していた最後に おー、図書館アイスクリーム屋。アイスクリームが一番あれだった。ああ、まあ、いいか。よし、戻ってきちゃったぞ。はい。あいいあ。じゃあ、3回目の話し合い、目的達成のために自由に意見を交換してください。え最後に、ハルを捜索しに行く場所をみんなで1箇所だけ決めてください。うんうん、で、これが終わったらゲームが終了で、エピローグに行きますと。 なるほど最後あじゃあ15分間ねうん<お>最後の話し合い。はい、じゃあ、スタート。うーん、とりあえず、みはるのことを大事だと思う気持ちは、はい、私も含めてみんな一緒だと思うと。うん、うん、そうだ。当たり前だろう。そして、あの鍵のが。<あ>えー もしかしかたらここにいるかもしれないっていう場所を4つ行ってきたああそれはどこです温泉旅館<ー>え<ー>海<ー>天文台お<ー>遊園地この4つを鍵野が提示してきた場所なんだけれど、うん、ここに三春はいる、うんうん かもしれないがいないかもしれないっていう風には言ってた。なるほどなるほど。ほどああっアッキーはどうなんだ？きアキアキドックアキドックはどうなんだ？<laughs> そんな愛称で呼ばれたことないよ。<laughs> <laughs> 俺もカギノから最後ヒントもらった。な,なんだ四つだ。四つ<何>うん神社神ですジャミレスこの親父酔っ払ってやがる。 ジンジャーファミレス、うんえー、スケート場病院だスケート場病院病院ダディはおーなるほどねなるほどね <laughs> 俺も四つ来たうん、うん、どこだ父さんいや親父。 いやパピーと呼べこんなフレンド入りじゃなかっただろ今までそりゃそうだなお互いノンキャリア組だもんな <laughs> 俺が聞いたのは公園図書館アイスクリームやキャンプ場全員違うじゃん全部そう。公園図書館アイスクリームやキャンプ場お<ー>ただ これあれじゃないか見覚えあるんじゃないかちなつ公園、図書館、アイスクリームやキャンプ場って見覚えなくて全部あるよだろうな全部、うん。逆に秋とはさっきのちなつが言った四つ見覚えがあるんじゃないか、うん、ある逆に 俺は、えー神、神社はちょっと覚えてないが、ファミレス、あ人とか神社は多分母さんだな。母さんだ、じゃあ。俺はファミレスとか。ん待、ま、って、俺ファミレスないな。<っ>ファミレスは俺がある。あるのか。うん。じゃあ、うん、家族全員で揃ったところじゃないか、もしかして。 俺れは鍵のにこうも言われた。なんと。美晴の気持ちを考えた時にああ、まあ、さ最後に、うんまあ、家族のぬくもりを感じた場所を聞かれて俺は、まあ、公園ハルが自転車に乗るのが苦手だったのを、うん、まあ日が暮れるまで公園で一緒に練習して、うん、やっと乗れるようになった時、うん、まあ親父も。 母さんも拍手して、美晴は,はあの時、すごい笑顔だったのが印象的だったんだよね。なな。るほどという思い出はないのああ<ー>、まあ、私、あれだね、神社、七五三の神社あるね、めっちゃある。 記憶 <laughs> やだなぁ、んそんな母はやだなぁ。<laughs> 俺もあるなぁ。まあ、え、俺、ん、えっと、秋秋ドックは公園でみんなで揃った記憶があると。うん。で、まあ、見ハるあれ、その、 公園以降、美晴の笑顔を見たことないんだよ、俺は。なるほど。なあ。だから、美晴にとって一番良かった思い出にいるとは思うんだけど。うん。それはどこなんだろうって。公園か。じゃあ俺視点では公園なんだけど、二人視点はどこが一番有力なのかっていう。俺は神社。いやあ、そうだないつから俺っ子になったんだ、母さん。 いやいや最近最近俺っ子も僕っ子モテるって聞いて <laughs> いい年なんだから <laughs> 50歳刑事で僕っ子でモテるって聞いて <laughs> えぐいな神社そう神社で七五三でみんなで揃ってる写真は私の宝物宝物ですね父さんはそうだな ミハルがそうだな思い出かどうかは分からんが日曜に休みが取れた時はそうだな家族そろってファミレスで昼ご飯を食べた時あの何気ない日常がやっぱいい思い出だったなぁまあ美味しそうにハンバーグを頬張るミハルの表情をよく覚えていたななるほど うーんじゃあこの3つのどれか,かなそうだなでもなんかちょっと違和感感じるのはこの3つがあってそうだなんか、うん、何もヒントがないじゃないこの3つの中で、うんうん、ちなみに俺病院って父さんと母さんどっか引っかかるとこあるのか病院うん、うん ファミレスとかスケート場、神社の話は聞いたけど、病院だけはエピソード何も聞いてないなと思って。病院はないなぁ。病院はないのかうん、病院で産んだ、にあるそれ,じゃあそれはそうだろう。<laughs> れは病院俺はそうだろう。そうだなあ、あと、キャンプ場かなみんなに行ったのは。あ,あキャンプ場もかキ場、うん。キャンプ場もんうん。 なるほどなただ鍵のがおかしなこと言ってたんだ何だって旅人は旅先で新しい石を拾い上げ今までで一番綺麗な宝石になることを願って磨き始めましたこれは本の中のセリフらしいんだが本ってあのミハルが好きだった本のことかな ああ、あの旅人と宝石という本だ。<laughs> 直球。そうだね、直球なタイトルだな。だね、ああただ、最後にこれを言って終わったな、あの野郎。絵本がなんか。ただ、このさっき言ったっ。 セリフ、旅人は旅先で新しい石を拾い上げ今までで一番綺麗な宝石になることを願って磨き始めましたこれヒントだな絶対な、うんうん、旅人はおそらく見張るだろうな旅先っていうのはわからんが新しい石を拾い上げ今までで一番綺麗な宝石になることを願って磨き始めました 磨き始めました美る絵本は好きだ,好きだし、うん、絵を描くことも好きだったんだよね。あ好あきだ,だった。ちなみに、俺の家族みんなで出かけた最後の思い出は、5年前の温泉旅館に泊まったときだな。温泉旅館に行ったとき。 ミハみは笑顔だった。本当とは笑顔と。海に行ったっていうのはなんかあ,あんのかなエピソード。海に。俺、うん、は知らない。海はないね。海はない。海はないね。 天文台もないよね天文台もないないんか星を見るのが好き的なないな遊園地は遊園地もない遊園地はうんあるな、うん、遊園地あるんだ小学生<ゆ>美晴が小学生の頃家族で遊園地に遊びに行った記憶がある、うん その時の時は笑顔なのかあ,あそ,うだそうだそうだそうだ最初に海で4人で写真撮ったじゃないかそっか最初に海はあるかうんでそこでなんか連絡があったじゃないか俺らにうーん そうだないや遊園地もあるし、海もあるのか遊園地は、まあ、遊び疲れたミハルを背負って、まあ、そのまま笑顔でずっと眠ったままだったのを覚え<ー>てるな海は笑顔海旅館は笑顔ああ、海は分からないなそうだな写真があっただけうん、うん、あ写真があったんだよな、そういえば。 写真はあるけど、そのあとだよね、でもね。ああ、そっか。鍵の所持しているスマホに海の写真があったってことだもんね。ちょっと4人で、4人でって、うそ。これ、ヒントなのかなどれ最初の始まりちま。ちょっと待って、まず、神,神社はあるよ。神社は七五三。 写真があるで公,園公園もあるよと。公園も、うんね、ある。で、ファミレスもあると。うん。キャンプもあると。うん。で、温泉旅館もあると。うん。あるん。カルティの方が何だっけ俺は<と>カルティって誰だあのー、パパピー。 パパピーは公園と図書館とアイスクリーム屋とキャンプ場だ図書館図書館はある誰か図書館はわからないな図書館は単純に本が好きだからじゃないか,見張るかまあ絵本がそっか絵本がいっぱいあるそしてそこに行くのは一人ってことかじゃあおそらくなおそらく で、子供ドッグはあとは、俺は、まあ、アイスクリーム屋に、まあ、最後、珍しく美るからアイス食べたいって、その、事件前に言われて、アイス食べに行ったのと、さっき言った、うなん、ないっけ、どうだっけ、公園か、公園,公園だけだな。アイスで美は喜んでる 2>, 2分切りました。喜んでるでしょ <laughs> 喜んでた。 そうだよねこの中だったらあと誰も何もないよっていうのは図書館と病院と天文台,天文台そうだな図書館は見張るはまあでも絵本が好きっていうエピソードはあるんだよなうん 一応だけどあ<る>で、病院は病院は何もないか自分が生まれた場所まあ無理やりつけるとしたらそうだな、うん、でも美春は,はやっぱ家族間でのこの不仲を何とかしたいって鍵の方が言う事があってれば言ってるはずだから思い出の場所だとは思うんだけど俺はなんか ここまで選択肢が多いと逆にミハルが好きなもの好きなものじゃあ絵本かアイスかか俺は天文台もあると思うんだよねこの中だったらその候補にないっていうのは逆に怪しいっていうかなるほどうんもしかしたらさっきの宝石の話も 含めてて。天文台もあるのかなと、ちょっと思ってんな。旅人は旅先で新しい石を拾い上げ。<う>今までで一番綺麗な宝石になることを願って磨き始めました。磨き始めました。天文台。はい、ということで、時間切れです。<laughs> じゃあ、最後に。どこにするか。 じゃあ俺天文台に行だね俺も天文台にしとこう。じゃあ天文台で。天文台選択肢にあったの俺,俺があの出してる4つの中の1個。じゃあ天文台に行こう。じゃあ天文台で。それでは。じゃあ天文台を捜索し,しました。<ー>私たちは。<ー>え家族で美晴の思い出を話し合い、最後まで家族の記憶になかった唯一の場所。そう、それは天文台だった。 夜、家族3人が警察官たちと共に急行すると、使われなくなった天文台があった。その入り口に元気な美晴の姿があった。天文台の中で食料と寝袋を用意してずっと寝泊まりしていたようだった。家族3人と美晴は涙をしながら抱き合った。はい、涙して抱いてはい泣けるー。美晴泣けるー。<laughs> え、降り注ぐような星空のもと、ようやく家族は一つになれたのだった。なれたのだ。その後の取り調べで、鍵野は冬木に事件の真相をゆっくりと語った。私は天外孤独の身で家族という存在にずっと憧れていた。探偵になり様々な調査をして人間の裏の顔、見たくない部分も見てきた。家族なんて幻想だ。そう考え始めていたが、冬木、お前の家族は幸せそうだった。 二人の子供に恵まれ、警察官としても順調に見えたお前のことが正直羨ましかった。しかし、ある日、娘の美晴が私の探偵事務所を訪ねてきた。ネットで調べて、家族のお悩み聞きますという広告が目に留まったらしい。美晴は今まで貯めた貯金で依頼料金を支払うから、家族が本当に私のことを大切に思っているか知るため、 えー、誘拐事件を装ってほしいと言ってきた。私はその時、すでに探偵を辞めるつもりだった。私の調査報告で崩壊する家族を何組も見てきて、もう嫌気がさしていたんだ。三春の依頼は私にとって最後に現れた希望だった。だから試そうと思った。家族同士が疑心暗鬼になりながらも、お互いの言葉を信じ、娘のことを心から救いたいと思う顔。 鍵野はそう話し終えると、窓から見える宝石のように輝く星々を希望を持った目で見つめた。グッドエンドああなるほどね。じゃあ正解だったってこと。正解だったね。たねああいい考察したね。これいやな、ち夏いやー、やっぱちなつ、マジ <laughs> ギャルやめろ。ち <laughs> な <laughs> ツマジ天文台。<laughs> 天文台来たーって。<laughs> すごいなすごいねやっぱ宝石が良かったなタイビットと宝石のあれがう、まあ、そうだねあれ、うん、そうだったね確かにでも、うんまあ、ちなみにバットだった場合か天文街以外を捜索した場合家族3人そして警察官たちとともに目的の場所へと急行したがそこに三原の姿はなかった 他の場所をめぐっても、とうとう三張を見つけることはできなかった。家族三人は絶望に打ちひしがれた。打ちひしがれた。そして数日後、三張は突然、立花家と一人で帰ってきた。いなくなった時と特に変わらない様子で。家族三人はもちろん喜んだが、どこへ行っていたのか、犯人は本当に鍵野だったのか、そのことについて三張は一切口を閉ざしたままだった。立花家の家族の 絆が戻ることはもうないのかもしれない。アットエント。ああ、じゃあよかったね。はい。で、まあ、最後にあれかなキャラクターそれぞれに多分ミッションがあったと思うけど、達成できましたかこれは達成できました。したね、これもできました。これちょっとミッション達成、ちょっとこれ俺さ、俺さ、うん、あれなんだよね。まあネタバレだけど、あの、まず何だったの目的は。 つそう目的が、うん、まあ監禁している場所を見つけるとおう多分それ変わんないでしみんなそうだねうんだけど実はお母さん三春の誘拐事件に関わっていた母さんも <laughs> ああ実は俺も俺もだね <laughs> やっぱそうなのかやっぱそうかやついいん俺ね俺があれまさ、うん、あの 車の中にあったガムテープと手錠はあのー、お母さんが用意してそれをわ、まあ、の直接じゃないけど渡してるのよ。ええだから、うん、鍵野にガムテープと手錠を、まあ、ロッカーに入れろって言われて鍵野にえそう。えー、言われて。 でなんでそれをしたかっ,ったかっていうと、うん、実はあのお父さんが本当に結婚しても大丈夫な人なのかっていうのを調べるために、昔、この鍵のに、うん、お父さんの身辺調査を依頼してることがあったのよ。あえー、なんか浮気癖とか、そういうのがないとか、借金があるとか、そういうのがないかどうかを調べるために調べてもらったのよ、鍵、うん、野に。 なるほどね。その結果何も問題なかったから結婚してるんだけど、うん、まあそれが、は、あの、夫には言えないから、うん。それで弱みになってたっていうことね。なるほどね。うん。俺の場合は、あの、まあ、あ秋と自体がすごい、綺れすぐ切れる。うん。で、昔、まあ、繁華街で、チンピラ、 を、まあ、殴ったりとかしてたんだよね。<ー>で、その時に、まあ、鍵のにカメラで写真撮られてて、うん、脅されたんだよね。あの写真をバラマックから言うことを聞けって言われて、バラ、うん、<え>マックから言うことを聞けそう。バラ巻かれたくなかったら言うことを聞けって <laughs> あ<ー>。ああ。ってことで、まあ、SNS にログインして、少女を誘拐した、鍵、あのー、って書き込んだのは俺なんだよね。 ああマジか。で、鍵野がその後、その少女の名前は橘美晴で、聞込んで、そこであ、事件に発展しちゃって、後悔してるっていう立ち位置。えなるほど。あ,あ、なるほど。アイスクリーム屋の近くに乗り捨ててきたあああ、だからか。俺、あれなんだよ、事件、あのエアフェアにしてたけど、 数時間前なんでね、その日の事件の時にアイスクリーム屋で見張るとアイス食ってたんでね。うんうん、で、行方不明になっちゃった。まあ、それは最後だもんね。うん、おでもお父さんの方はあれか、やっぱりその昔かばわれた傷のことを、なんか弱み的な感じで握られてって感じそんな感じ。<も>なんか、久しぶりに、ってか、誘拐事件の1週間前に、うん 携帯から電話かかってきてそれが鍵のだったので、まあ、昔のことを覚えてるだろうって雨の日にはふ今でも古傷が痛むんだ一つ軽い頼み事を聞いてほしいって言われてその怪我を負わせた負い目で断ることができなかったうんで<う>頼まれた通り高架下に駐車されていた青いセダンを運転してアイスクリーム屋の近くに乗り捨ててきたって感じ。あ いやー、ね、そっか、これあれだったね。なんか、取り調べのさ、あとのさ、あの三人の会話がさ、<あ>こう、<あ>自分が隠したいことがあるから、あんまり深く踏み込めなかったけど、そう,そう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 。で自分が隠すことあるんだけど、それって全員あるんじゃないのっていう考えに一回至ったら、多分いろいろ深かったんだろ、ね、うねああ、深かったと。うんうん、なるほどね。なるほどね。面白かったね。うん。ということで、ゆ、ね、う成功してよかったね。成功してよかった。うん。 ただ創作場所特定ロジックっていうのがあってあ,あそうだこれも読むから最後あ,あそうだなこれなえー、特定ロジック日夏は美春が家族の将来というテーマの作文を白紙で出したことで叱っているがその時美春は今の家族のままじゃ書けないよと言っていたそして美春が描いた旅人と書いたか旅人と宝石の絵本の内容旅人は ミハル自身宝石は家族の思い出に当てはまることができる冬木が鍵野から2つ目に聞いたヒント旅人は旅先で新しい石を拾い上げ今までで一番綺麗な宝石になることを願って磨き始めましたこれは三春が家族と新しい思い出を作るために新たな場所で待っていることを示している 萩野の出した三つ目のヒントの創作場所、計十二箇所のうち、家族の思い出がまだない場所に答えがある。各キャラクターシートと取り調べの中で、冬木は遊園地、スケート場、ファミレス、ちなつは神社、キャンプ場、病院、なてあ、そっか、産んだからってことか、やっぱ。うん。秋とは温泉旅館、アイスクリームや公園が思い出として出てくる。 そして、エピローグの誘拐事件の始まりには、立花家が海で撮った家族4人の写真。登場人物の三春の説明には、家族で図書館に行ったという情報が記載されている。これで場所は計11箇所。残っている場所は1箇所のみ。それが天文台となる。三春は家族で新たな思い出を作るために天文台にいるのだ。<ー>なるほどね。なるほどね。ちょっとやっぱ ちょこっと俺違ったなかあの推理はな、じゃあ,、まあ。推理は違ったね。<laughs> うんうん、いや、でもね、ね、よくたどり着いたね。イメージ,イメージは同じなんだよ、その新しい思い出っていうのは。あ<ー>なんだけど、うん、病院なのか、天文台なのかっていう2つで。もうほら、お互いがお互いにさ、別の場所を示してたわけだから。そうだね。ねえ、だって、もともとの。 影のヒントは俺はファミレスとアイスクリーム屋と公園とキャンプ場だったからで他2人は違う,んそうか全員が4つずつ全,員全部違うから、うん、思い出を聞いたらなんかみんなそれぞれ1個ずつぐらいはなんかあるじゃんってなってでその中の残りの1か所が天文台とそうそうそう,そうなるほどねよくできてるね うん、面白かった。よかった。いやー、よかったですね。まあ、じゃあ、無事クリアということでいいかな。うん、クリア。グッドエンド。グッドエンドです。グッドエンド。ということで、誘拐犯からの3つのヒントでした。はい。はい。いやー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。チャンネル登録といいね、お願いします。今ならチャンネル登録、高評価 100%! 次回の動画もお楽しみにおすすめ動画もチェックしてねほなバイビー